立川信夫は、日本の放送作家。浅井企画所属。愛称はタッチー、縦乗りなど。高校生の時、ザ・キングルス賞から、コサキンの番組にハガキ投稿を始める。大学は、東洋大学に進学。大学生時代、スーパーギャングコサキン無理やり100%の1986年頃の、当時は7割という交際要率を誇った。 そのようなことからスタッフに誘われ、1987年4月に、小崎無理やり100%と、東京ベストヒットの本番に呼ばれる形で作家としてデビューした。しかしすぐには、ブースの中には入れてもらえず、台本の書き方もわからないのでまずは、ゴミ箱から拾った先輩の原稿のコピーを真似して、書いていた状態だったという。その後、 小サ金のラジオ番組で同じクリスナーから放送作家になった有川修一、楠一郎、先輩作家の鶴間正幸と合わせてアタック隊とリスナーから呼ばれていた。現在もその小サ金では青のほか、テレビ、ラジオで多くの番組の構成を担当。ラジオでは奥井香織、谷村由美、TM ネットワークらアーティスト、 ミュージシャンの番組の担当となったほか、テレビでも音楽番組を担当している。小サのラジオ番組では、有川、楠野と共に時々リスナーの投稿ネタにもされている。小サコント劇場のコーナーでは、小坂井和樹、関根勤の二人のコントの台本を手掛ける。挨拶と笑い声以外ではあまり話さず裏方に徹する。二人からファッションセンスが良く、 かっこいいと言われることをからかわれているほか、過去に女性からひどい扱いをされたことで恋愛に消極的になってしまい、これをネタにされたこともある。番組の構成だけでなく、冠婚禁シアターや、小井和樹のコミックくん、本邪魔か、キャイン、アサリド、国分大地、地球ゴージャスの脚本の執筆、または演出も務めている。2013年4月1日、 韓国禁止アター女優中村へ光と入籍。参考、月刊ラジオパラダイス1987年6月号、小サキ特集での記事。ここにおいて、立川は、楠すの一郎ら当時のリスナー仲間4人と対談を、している。参考、月刊ラジオパラダイス1990年7月号内の、記事小サキ新語時店ポヨヨン P94 から95など新。 コサキンコント集カッコ P2739 掲載の作品ゲスト小堺かずきコサキンの4548コサキン年表 P303 コサキンことわざ辞典漏れ P135 ありがとうございます